久々のアデリーヌの入門編の解説をしたいと思います。まず右手から真ん中のド、次の高いドの1、2、3、ここがミです。ここからスタートします。指は2の指でミーミー、こうなります。では左手、真ん中のドの一つ下のドです。この黒い鍵盤のここがドです。ド、5の指からド、で次レミファソ、ここ2の指で、そして真ん中のドを1の指で、左手はドをソをド。では合わせてみます。次右手、今終わった場所のミからミーファファーファ、左手は先ほど弾いた低いドの隣のレの音、レミファソラ、そしてレ、左手はこの指でレエラレを弾きます。合わせてみます。次右手、今の場所からファを連打します。ファ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 ソ、隣の音です。ソソ、左手はソの音、ドシラソソラシドレ、そしてここのソソレソ、合わせます。この終わった場所からソーラーミー、左手は一番最初に弾いた場所、低いドですね、ここに持ってきます。ドソドソ、合わせます。リピートがついているので、もう一度最初に戻ります。次2括弧です。左からいきます。ドシ、次のラは1の指に変えます。そしてミ、4番ミ、次隣のファファソ、では右手です。 B、 今度高いミになります。真ん中のド、高いド、さらに高いドの隣レミ、ここに3の指を持ってきます。ミレド、そして次隣の音にを弾きますけれども、3の指を持ってきます。シラソ、そして次隣の音、3の指でラを弾きます。ラソファミレド、ここまで合わせてみます。2カッコから弾きます。左手ドシラ、右手高いミミレド、左手ミ、右手シラソ、次一緒です。ここまでが B です。で、C は
右手からいきます。真ん中のドよりも低くなります。ドシラソ、ここに1の指を持ってきます。ソドレ、指は1,2,3 でもいいですし1,3,4 でもいいです。1,4,5 でもどれでもいいと思います。今は1,2,3 でやってみます。ソドレソドレ、そうすると今度は次の上のソ、ここに移動して同じようにソドレソドレ、また1オクターブ高いソ、ソドレソドレ、そして次のソ、ここです。左手は低いソ、真ん中のドから数えると低いド、さらにドシラソ、この音何度も弾きます。では合わせてみます。左手から先です。左手のソ、右手ソドレソドレ、また左手で右手は1オクターブ上がります。また左手ソ、右手も上がる。ここのソで同時に打ちます。次 D、 これは一番最初の A の音楽と全く同じです。左手ファーソドーソファーソド、右手はファーソーラミ、これをまた繰り返します。ファーソーラミ、合わせてみます。弾きます。リピートします。一番最初に戻ります。左手ドシラ、右手